2020年、青森の夏にねぶた囃子は響かなかった。こんにちは。青森はすっかり寒くなってきました。私は先週友達と奥入瀬に遊びに行ってきました。夏の奥入瀬も好きだけど、秋の奥入瀬もとっても素敵なの。日本では紅葉ってすごく人気だけど、台湾ではどうなのかな。から青森はリンゴシーズンに突入。知ってるかもしれないけど、青森のリンゴってすごい人気なんだ。青森駅の近くに行くといろんなもの食べられるんだけど、ここはいつも大にぎわい。リンゴ食してって。今年のリンゴ歓迎上半で。いいですか。いいよ。リンゴ本当に美味しいから、ハオツー、ぜひ食べてみてほしいな。といえばねぶたも有名なの。夏にあるお祭りなんだけど、すごく盛り上がるんだ。うちのお父さんはねぶた囃子っていうパレードの時に流れる音楽を演奏してるの。普段はダサいんだけど、その時だけはお父さんかっこよく見えるんだよね。私も子供の頃から練習してるんだけど、まだお祭りでは演奏させてもらえないの。早く本番で演奏してみたいな。そう、祭りさ来てるし、青森のねぶたも動かせてるんで。うん、あ、そうなんだ。もう来年さ、このねぶた来たらさ、一緒に見に行こう。行くやな。あ、そういえばさ、うん、私来年こそは囃子方でデビューできるかな。まんだ入って、もっと練習せ。ケチ。囃子方ってそう簡単にできるもんでねえんだよ。いいじゃん。まいね。
コロナウイルスの感染拡大の影響で今年の青森ねぶた祭りの中止が決まりました。ダメだよ、ねぶたがない夏なんて青森の夏じゃないじゃん。絶対やんなきゃダメ。そう喋ったってどうせも出して、どうせも目立ってまだまだ出られるわけでもねえし。それは関係ないもん。根拠が見つけれない。お父さんだって中止でいいん？今年のねぶた祭り中止になっちゃった。ねぶたのない夏ってどんな感じなんだろう。私想像がつかないよ。でも祭りの中止はしょうがないけど、ねぶた囃子だけでもやってほしかったな。やっぱりねぶた囃子は必要だよ。みんなだって平気な顔してるけど、本当はみんな寂しいよね。お父さんも本当は演奏したいんでしょ。最近元気ないの分かってるんだから。やっぱり私くれたら嬉しいな。はい、変わった。
やわはいふこんひにひまひやんこべんはやひえてえいやろんはこんひわわはひんやいえほいじあるいじんわばいへやってみます。